はい、どうもこんにちは、カリパイです。さあグラウンデッドやっていきたいと思いますけどもね、前回ねこれでいろいろ武器とかね防具とかをね強化できるということで、あれからねいろいろ作業して、はい、もうね、レベル5ですね。これは3かな4っていう風になりました。これねレベル5になったらもうなんかね次ね違う素材なんですよね。うん、なのでちょっとまあここまでということで、まあまあまあ強化できたんじゃないかということでね、今回はねこのね拠点のねすぐそばにある、確かあっちだったかな、なんかアリの巣があるんですよ。うん、そこをねちょっと突撃して攻略してみたいということでやっていきたいと思います。さあそれでですね、今から行くアリの巣なんですけどね、これがいるんですよね。これ働きアリだったかな、確かそうだと思うけどな。あ、これか、兵隊アリか。うん、兵隊赤アリですね。このごついやつがいるんですよね。でこれがね弱点がねこれね刺し攻撃なんで、だからねこのちょっとこう槍でね行ってみようかということなんですね。うん、よし、じゃあ行きますか。まあ別にね、死んでも、また拠点こう近いからね。うん、こっからすぐということなんでね。じゃあもう行きます行きます。確かね、この辺りにあったと思うけど、あれだ、あれ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 。ほら、いっぱいいる。どうしよっかな。どう攻略するかだな。周りのやつを倒してから中入るか、とりあえず中入ってみるか。これね、一匹ね、戦闘態勢になるとね、みんな襲ってくるんですよね、確かね。めっちゃいるじゃん。ちょっと、まず中様子見に行ってみるか。お邪魔しまーす。うわー、いけ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 、ゴー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 。あー、いた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 。ちょ、待て。あ、この子だ、大丈夫だ。あれ？何やってんのこれ。働きアリはね、別に。あー、来た、これだ、これ。うい、来た。ほら、ほら。うわー、やばい。みんな戦闘態勢になった。ちょっと待った。ちょっと先。うわ、めちゃくちゃいるじゃん。めちゃくちゃいるじゃん。ちょっと待て。うわ、これ結構広いぞ。なんだこの世界。うわー、何この世界。あ、やった。またある。ケイガン。うおー、今どこにいて何してるか全然わかんない。これ全部倒し、キリがないのか、全部倒したらいいのか、ちょっととりあえずちょっと行ってみよう、行けるとこまで。あ、やった、てってれー。やばい、全然わかんない、今どこで何をしてるのかが。え、めちゃくちゃ、なんだこれ。おお、なんか拾った。いや、石めっちゃあるじゃん。ああ、来た。これはやるか。ほら。ちょっとね、今ね、松明使ってるから盾が使えないんだよな。さあ、1対1なら、なんとかなるか。ほら。あ、いけ、もうゴリ押し。よっしゃー。ちょい、もうちょい奥まで行きます。あー、まだいた。めんどくさいな、これ。ういえ。おい。このね、相手が攻撃してくるタイミングの時にうまいこと。タイミングがわかんない。どのタイミングで来るんだ。あー、遅かった。やばい。なんかシューンってなって飛んでくるのか。はい、いけるか。よし、来たー。うわお。やば、もうヘルスがもうやばいぞ。これ、ここで死んだらめんどくさいな。ちょっと回復する、もう、包帯、もう一個巻いてみるか。あー、また来た。ちょっとこれは、やばい。お、なんだこれ。ちょっと待って。なんかいろいろあるぞ、おお、なんだ。お、やった、なんか、拾った。肉腐ってるよ、これ。あ、なにこれ。おー、え、ミツバチの肩パッド。ちょっと待って、これ。これってね、いけるんか。あー、やっぱそうですよね。高レベルの。そういうことね。
うわー、ちょっと待って、上にね、なんかあったんだけど、下落ちちゃったな。これもう戻れないぞ、これ。しょうがない。片道切符だ。なんなら、もう、そうだな。これ取っていくか。ね、やったー。これめちゃくちゃありましたね、途中にもね。ここをちゃんと攻略できたら、何度もね、通いたい感じなんだけど、やばい。もうこれ、あっちもこっちもなってて、あー、また来た。ちょっと待って。はい、こっちから行こう。あ、逃げろー。なんだ。なんかね、イメージとしてはね、戻ってきちゃったな。あれなんですよね。こう、ある程度ね、倒したら、もうあとはね、自由に探索できるかなと思ったんだけど、ダメですね。そこら中にいますね。はい、逃げます、逃げます。こっちから行って、こっち。よし、ちょっと左手。左手沿いに行ってみよう、まず。キリがないから。あ、来てる。これはやるか。やばい、やばい。なんか、うわー、ダメだ。複数はダメだ。逃げろ。逃げろ、逃げろ、逃げろ。左手に、壁がある状態で、まだある、あずい。まあ、これなんか一周した臭いぞ。まずい。まずい、これはまずい。左手作戦、中止。あ。ダメだ、ダメだ、ダメだ。ゆっくりしてられない。逃げろ。ちょっと待って、帰り道をね、確保しないと。逃げろ、逃げろ、逃げろ。あ、あそこにまた、ダイエットが。あ、ダメだ。水だ、これ。水の中だ。よし、水の中行くしかない。行けー。いや、サイエン、ダイエットじゃないや。サイエンスだ。お、どこだ、ここ。あ、なんかどっかに出たぞ。ちょ、待て。タイムマス。あ、いいっすね。ここはね、ちょっと今静かだから、今のうちにこれ拾っちゃおうっと。どこにいるんだ、今。これマップで見ても、うわ、全然わかんないな。結構離れちゃってますね。よし。このサバイバルをね、無事ね、生き延びることができるのかっていうね。でもなんか出口どっか地上に出ることを信じていくしかないな。うわー、なんだこれ。これ大丈夫、いける？あ、またあった。やった。おっしゃ。おー、なんかこれ、すごいな。なんか毛みたいのが生えてる。あ、なんか広いとこ出ましたね。あれ？これ戻ってきた。か？ほら、拠点が近い。お！これはなんか、ゴリ押し、ゴリ押し。すいません。うわ、あとちょっとだったのにな。ここでしょ？いや、今のがね、入り口の方にもう向かってたところで死んでたらめちゃくちゃラッキーですよね。ただ、めっちゃくちゃ奥深くだったら、どうしようもないですね、これ。いや、でも回収に行きたいよな。だって装備めちゃくちゃ大事だもん。この下ですね、今ね。よし、ちょっとまたここから行くぞ。ゴリ押しだ。ゴリ押しー。ここから入って、頼む。すぐそばで死んでてくれ。あ、近い。やった。ここだ。あ、もうほぼ出口まで来てたんだ。やった。めちゃくちゃいっぱいいるじゃん、これ。うわー。これ全部倒すしかないけど。ちょっと待て。なんか拾った。明かりの卵。これがね、こっち側かな？多分。ですね。この赤いもじゃもじゃを通って。ちょっと待てよ。これはしょうがない。あー、やべ。よし。あーい。後ろからかい。さあ、なんか死にゲーのような感じになってきましたけどもね。ですね。ちょっともうこれなんかもう赤狼かね、エルデンリングみたいな感じになっちゃったな。死にながらね、解明していくみたいなね。もうそんな感じ。いや、でもね、この、入り口から、あ、やばい、松明がもう切れちゃうぞ。入り口から、
すぐそばだってことは分かったから、ちょっと一旦回収して戻るか。普通にね。よしよしよし。はいはい。ごめんなさ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 い。ダッシュダッシュダッシュ。どこで、どこで、どこで、そこだ。70、60、50。左手の方、左手の方。こっち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 。頼む。行かしてくれ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 。なんかや、なんか、なんでそこジャンプしてんの。ちょっとちょ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 。あー、ダッシュができない。ダッシュができない。よし、来た。こう来て、こう来て。もうそこだ。もう真っ暗で見えない。もうタイマスないから今。どこだ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 。まだめっちゃ行かなきゃいけない。あ、やばいやばい。これまずい。ちょっと待て、ちょっと待て、ちょっと待て。やばいぞ、やばいぞ。これはまずいな。松明作っていくか。ですね。松明と。材料あるかな。あー、縄がない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 。縄は作れるかな。よし、タイマー作れた。141でしょ？あれ？緑のバッグでいいのかな？ 140。 あれ？それしか出てないですね。まずいか？これ。いや、大丈夫だと思うけどな。いた。よし、ちょっともうね、真っ暗になっちゃったけどね、もう行くしかない、もうこれ。よし。もうなんかね、趣旨が変わってきた。荷物を回収せよ。タラッタッタラッタ、行きますよ。今ね、表示が出てこないぞ、出てこないぞ、出てこないぞ。どこだ、どこだ、どこだ。あった。60か。よし。ここで、こっちに行きたかったんだよな。で、こうなって、あ、やばい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 。よし、普通のアリたちは大丈夫。ここで、向こうですよね、左の方。あれ、ないな。あれ？なんか道違う気がする、これ。なんかどんどん深く入っていってる。いや、これ道違うな。あー、まずい、迷子だ。あ、水辺出ちゃったな。違うぞ。水辺から上がって、あ、そうだ、逆算しよう。水辺から上がってきて、これなんか左手とか言ってましたよね。はい、走れ。で、こうなって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 、こうな、もう、大変なことになってきた。さあ、あと何回で生きるんでしょうか。ちょっと待ってよ、これ、カバン、大丈夫かな？カバン、あ、二つ出てるな。あれ？最初のカバンってなんか、消えちゃってるのかな？もしかして。まさかの全ロス？待て。いや、最初のあの60センチの方のやつをね、見るまでは諦められない。こっから慌てるな。こっから、さっきこれを、左に行ったんだよな。こっちじゃない。こっちからか。あの赤いね、なんかモヤモヤのところに行きたいんだよな。違うな。あ、来た、モヤモヤゾーンだ。あ、これか、この穴だ。あ、これ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 。はい、すいませんすいませんすいません。あ、来た。やったー。え、戻ってきた全部。よし、来た、戻ってきた。よしよしよし、これで、あ、また落ちちゃった。やば、また落ちちゃった。よっしゃ、よかった、全部帰ってきた。じゃあ、こっからは慌てずに、いいですか？こっからは慌てずにですね、生き延びることが大事です。兵隊槍に攻撃しなければ、働き槍が攻撃はしてこないから、そう、その特性を考えよう。だから、逆に攻撃を仕掛けない。ここではね。あ、帰ってきたよ、これ。ほら、2個目のバッグ。おやばい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 。なんか、卵取ったらみんなめっちゃ怒ってる、めっちゃ怒ってる、めっちゃ怒ってる。卵取ったら怒られた。やばい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 。これ上に戻ってるんだろうか。やったー！
やったぞー。よし、逃げろ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 、拠点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 、逃げろ逃げろ逃げろ、みんな来てるみんな来てるみんな来てる、やった、やりましたー。来てる、めっちゃ来てる、まだ来てるまだ来てる、逃げろー。うわー、この中に入っちゃえばもうこっちの勝ちだ。よっしゃー、これはねミッション達成じゃないのこれ。いやー、とりあえず帰ってきた。うー、いやでもね、あれですね、あの洞窟の中って、めちゃくちゃなんか見るとこありましたね。これなんだこれ、赤アリの卵って。なんかいっぱい取ってきちゃった。あ、分析するか。うん、分析しよう。この卵を取ったら、なんかみんなね、一斉に怒り出したんですよね。あの、働きアリたちもね。来た。まずはこれ。腐ったミツバチの肩パッド。腐ってるのか。あー、でこのミツバチの肩パッドが使えるようになったと。よっしゃー。で次がこれですよね、これこれ、赤アリの卵、これがすごいな。ブラートバースト、なんだブラートバーストって、なんか名前的には爆弾っぽいか。あ、3000も溜まってるじゃん。ちょっとこれ見てみよう。おお、3350。どれにしよっかな。松明を強くしたいよな。それか。これもすごいですね。この粒子をスキャンできるようになるって。めっちゃいいじゃん。これはなんだ？最大体力を増加してくれる。ほう。松明と土台、ちょっと土台、拠点の方も行きたいんだけどな。これ気になるんですよね。秘伝の肉の知識を解読し、クランプとヘラを組み合わせ、ブラ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 。最大体力を増加させる新たなミュー、あれか、特殊能力のやつか。じゃあやめや。これにしよっかな、とりあえず。とりあえず松明にしよう。よし、松明アップグレードした。で、どうなった？松明。ノーマル松明とは違うのかな？あ、なんか違うっぽい？あ、松明プラスになってる。ん？持ってるやつは、松明。あ、ダメなんだ、これ。持ってるやつはね。プラスになってない。これこれ。ブラストバースト。あ、違う違う。ブラトバースト。爆発するソーセージ。うお、これじゃん。え？手榴弾ってことか。カビの塊？カビの塊なんて持ってないぞ。ですよね、未分析だもんな。これがないとできないのか。あとはこれですね、肩パッド、これめっちゃ強いな。ミツバチの針か。あー、そういえばミツバチなんて飛んでましたね。ミツバチでもこれもないんですよね、木の実の皮。あー、これもないですね、まだね。まだわからないないものだらけなんだけど、とりあえずちょっとじゃあ、あれですかね、あの中は突撃して、あれ倒したら湧き直ししないんだったら、倒していくべきですよね、じゃあね。いや、すごいの手に入っちゃった。やったねーですね、これね。うん。もうアリもね、めちゃくちゃいっぱいあるな。これね、これも、これは今いらないから、としておいて。もう、あれですね。この置き場がね、結構余裕があったのに、いつの間にかね、物がいっぱいになってきた。ここにこれしまうか。これしまって、まだあった。これもですね、これもしまって、ね、なんか貴重なものとかね、分けていきたいな。うん。よし、こんなとこですかね。はい。というわけでございましてね。
この辺りですよね。うん、この辺り、この辺り。そうなんですよ。アリのね、巣をね、ちょっと行ってみたら、思いのほか広くて、で、あれですね、強化するね、アイテム、武器を強化するためのあの石がね、めちゃくちゃいっぱいあったから、あれはね、行かなきゃいけないですね。これですね、軽眼のかけら。うん。これめちゃくちゃいっぱいあったんでね。そう。なんだけど、まあ、何度もね、散々言ってるように、あの、アリたちをね、手前からね、一匹ずつ全部倒していったら、スッキリするのか、またね、発生するのか、ちょっとそこがね、わかんないんで、またそのあたりもね、確かめていきたいと思います。もし全部倒して、スッキリするんだったら、もう全部ね、倒しちゃおうかなと。時間かけてでもね、何回も何回もやってね。そう、それで、スッキリさせてからね、中をじっくり見ればいいし、いや、そうじゃなくてね、倒しても倒してもっていう風であれば、まあ、しょうがないですよね。うん。まあ、通りすがら倒しながら、かけらを取りに行く。それから、まだまだアイテムなんか多分いろいろありましたよね。うん。多分ね、あったんですよ。いろいろ見ても、なんか見たことないものがね。あとね、なんかね、チップを拾って、画面左が出てますよね。チップをバーグルに届けるってなってるから、これも行かなきゃいけないですよね。うん。ですね。なんか一個拾ったんですよ、そういえば。はい。ということでね。いやー、大変だったけどね、面白かった。うん。あんな世界があるとはって感じでしたね。はい。というわけでございまして、じゃあね、今回ここまでとなります。じゃあね、また続きは次の動画ということでね。次の動画でお会いしましょう。